JAL の CM、 ただいま JAL で移動中、なでしこ編にご出演されていますなでしこジャパンの皆さんをお呼びしての CM 撮影の様子などを中心にトークショーを行ってまいります。およそ30分ほどのステージになりますが、どうぞ最後までお付き合いください。申し遅れましたが、私は本日の司会を務めさせていただきます日比野真理と申します。どうぞよろしくお願いします。5月2日よりオンエアされておりますなでしこジャパンの選手が多数ご出演されている JAL の CM なでしこただいま JAL で移動中ですが、まだご覧になっていない方もいらっしゃると思いますので、まずはこちらをご覧ください。とっても素敵な CM ですが、早速この CM にご出演のなでしこジャパンのメンバーをお呼びいたしましょう。なでしこジャパンの金田ゆかり選手、岩清水梓選手、金島彩選手、川澄奈穂美選手、坂口美穂選手です。どうぞお越しください。
です。じゃあ後ほど言うまだこれから見るということで。最初からなんか盛り上げてくださっていますけれども、すごく優しそうな笑顔で出ていた5人なんですが、普段からやっぱり優しいですか？はい、優しいです。熊谷さんどうですか？すごい優しい。はい、すごい笑顔でこっち以上、お二人を見た7名のなでしこジャパンの選手の皆さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。じゃあそれぞれちょっと椅子にお立ちください。そうです、大丈夫ですか。もうすでに選手間のやり取りで非常にこう話がいろんなところに、坂口さん大丈夫ですか？低めでいく感じですか？回りますよ、大丈夫ですか？全然慣れてない。皆さん低めの設定大丈夫ですか？岩渕さんこれ大丈夫ですか？足つかないですか？それどうやってやれば、どうぞ。あ、もうすみません。すみません、進めさせていただきます。さあ、早速 CM のエピソードなどをちょっと伺ってまいりたいと思いますが、先ほど皆さんがご出演されている JAL の CM、ただいま JAL で移動中、なでしこ編を見させていただきましたが、とても楽しそうに生き生きと撮影しているように見えましたが、実際の現場の雰囲気というのはいかがだったんでしょうか？どんな感じでやられてたんですか？一人がやってる時にみんなでモニターで見ながらあーだのこーだの言ってワイワイしてましたね。かずみさんどうでした？もう本当にいつも通りのなでしこの雰囲気で、CM 撮影も進んでいきました。その時の様子が少しあるようなので、モニターにちょっと出していただくことはできますでしょうか？こうやってみんなで見てた。そう、金賀さんの右手がなんか若い子狙ってますね。間違いないですね。金賀さんですね。だいぶ将来のイケメンを狙ってる感じですけど、見つけましたね。はあ、隣に子供の出演者の子ですよね。はい、そうです。めちゃくちゃ可愛くて、ちょっと狙ってます。狙ってました。やっぱ撮影しててもいろんなところに目が行くって大事なことですよね。やっぱりね。そうですね。はい、視野を広く。はい。獲物は逃さない。まあでもそれが金賀さんのサッカーの時の良さでもありますね。チャンスとなったらいけるみたいな、そういうことにしていきます。どうですか、お二人この撮影の様子を初めてご覧になったと思いますけど、頑張ってるなとか。そうですね、まあ座ってるだけですけど。そうです。ほら、これから多分頑張ってくれるんだろうなって。これでも順番に撮影、一人一人撮影してそれぞれ見てたって言いますけど、誰かこれ最初に撮影されたのは誰なんですか？はじめさん、はい、どう、なんか緊張したりとかしなかったですか？いや、緊張はしたんですけど、私がすごい上手にやったので、まあ、みんなもすんなり入れたのかなみたいな感じはありましたね。はい、うるさいうるさい。黙れちょっとハードル上げちゃったかなみたいな。まあ、そういう感じもありましたね。まあ、私こんな感じだけどどうできるのみたいなのはありましたね。マイク切って、マイク切って、うるさいうるさい、マイク切って。ちょっとだいぶ滑らかな感じになってきましたけど、2番目に撮影したのは誰ですか？じゃあ、川澄さんのハードル上がったのを受けてどうでしたか？川澄選手がなかなかうまくできたんじゃないかな。あ、なるほどなるほど、負けず嫌いが。でもそういった本当に普段の様子のまま撮影できたということなんですよね。続いて写真ありますでしょうか？あ、これは前からかなり喋ってますね。これ坂口さんですか？前から笑って、これ私が撮ってる最中ですね。これその間坂口さんは爆笑な感じですけど、これは何してんでしょうね。多分ナホの演技がしょうもなかったんで、ダメ出ししてるのかなと思います。岩清さんはだいぶリラックスしてる。リラックスしすぎですね。いや、もう飽きちゃった。まだまだ飽きてる。もう飽きてる。1人目でも飽きてるね。早いですね、1人目でちょっと飽きちゃう。まだ早いですよね。まあでも次の写真いきましょうか。あー、また写真ないかな。ちょっとかわいい、ちょっとかわいいの、かわいらしい。やってみな、みんなでほら見せてあげたら、ちょっとやってみなか、やってみたいですよね。見たいですよね。やってみたい、やってみたい、やってみたい、
白いんだけど考えたらいいからです。行きます。じゃあすいません。可愛い。ねえ、次に行きましょうか。次の写真はどんな写真があるんでしょうか。わー。があってすごく和気あいあいとしていたいい話を聞いたんですけど、これちょっといい話っていうより金田さんいい話より隣の顔の方が気になりました。確かにね、みずほ一個前すごい可愛かったのにどうしたの。これは油断してるよね。撮るなら言ってやるよね。あのああいうポーズするのね。撮ってるよね、これ。うん。背長そう。うん。下手そうだから。違うでしょ。確かに。違うよ。この間いろいろ様子見てたってことですよね。そうだね。ね、そうそうそう。だから全然映ってないんですね。そうなんですよ。ね、でもあのこの子供にあの皆さんからサプライズで最後プレゼントしたっていうのを聞きましたけど、なんかサッカー少年だったんで、うん、みんなでサインしてあげたんですよ。はあ、そう。誰から。あ、やっぱり今渡したでしょ。渡しました。渡しましたか、うん、そこは譲れない。はい、やっぱりがっちりキープしてきました。でもやっぱりあの CM 撮影中というと子供さんとかも緊張するんじゃないかなっていうあの気遣いがすごいあったと思いますが、君がそのあたりいかがでしょうか。いや多分一番堂々としてるんですよ。あ、確かに。え、どういう話してたんですか。いや、サッカーやってるっていう話とか、あのこういうお仕事どういうやってるのとか、うん、アドバイスもらってましたよ。あ、でもサッカーやってるから、ね、実際にあの子がボールを扱うところもそうですね、ちょっと受けるね。軽く、多分休憩中にちょっとボール触ってたかな。なんか、はい、うん、あのでも子供さんっていうと今日もねたくさん小さい子供さんたち来てくださいました。とりあえず来てくださってますけど、なでしこジャパンの、まあ、ファンの方にはたくさん子供さんたちがいますけど、普段応援に来てくれる人たちのその触れ合いすごく大事にされてるじゃないですか。川澄さんも特にそう子供たちっていうのはよく触れ合ってると思いますが、そういう応援してくれる子供たちの存在っていうのはいかがですか。そうですね、まあ私は鮫島選手とは違って子供が大好きなので、あれもう一回言ってもいいですか。あ、聞こえませんでした、うん、子供が大好きなので、子供に会うとやっぱり元気もらいますし、楽しくやらせてもらってます。鮫島さん、大丈夫ですか。すごい組大丈夫です。そうですね、末っ子なんで、あんまりあのちっちゃい子の扱い方が、はい、あ、なるほど。やっぱ甘える側なんで、じゃあ年上のサポーターの方々の方々と甘えられる。そうですね、はい、おじさまを。え、岩清水選手、子供たちやっぱ教えてたりするから。ああ、そうですね、スクールとか教えてるんで、割と接する機会は。岩渕選手はどうですか。子供ですか。うん、まあ、おじさま、岩渕お願いします。金華さんも子供は得意。はい、好きです、ね、まあ、これだけだってね、可愛がってあげてますもんね。はい、好きです。一緒にサッカーするのやっぱり好きですけど。ああ、え、子供に言っても教えたりとかアドバイスするの難しくはないんですか。アドバイスっていうより一緒にやるっていう感じですか。ああ、はい、もう一緒に純粋に楽しんじゃおう、はい、みたいな感じですかね。熊谷選手休んでるって言いますか。えみんな誰か喋ってると安心して休みますからね。さあ次の、お話に行きたいと思うんですが、エアサッカーがありましたよね。この CM の中で結構特徴的なシーンだったんですけれども、やっぱり選手の皆さんさすがだなと思ったのは、笑顔であの子ジャンプしたりとかいろいろこうシーンがありましたけれども、結構これ難しかったんじゃないですか、坂口さん。そうですね、ボールがあったらまだやりやすかったと思うんですけど、何せエアサッカーなので、シュキンカ選手と競り合うシーンだったんですけど、なかなかタイミングが合わなくて何回も取り直ししましたね。これは蹴る前のまだ普通にしている段階ですね。この時はまだ良かったです。まだ、はい、こっからだんだんちょっとじゃあ競り合いのシーン見ていきましょうかね。ちょっと待って、結構飛んでますよね。
然タイミングが合わなくて、全然飛んでくれないんですよ。いやいやいや、川口選手の順位は高いんで、なかなかついてくる感じだったんです。せーの、でも練習の時よく使ってやったりしてるのとはちょっともう違う感じなんですよ、これは。ボールがないんでね、やっぱり。まあ、これはちょっとまだこれからどうしようかなっていうとこですね。で、続いていきましょうか。これは…キーちゃんだけ全然髪の毛乱れてない。そう、そこが不思議。私もめちゃくちゃですよ、髪の毛。まずちょっと待って、坂口さんの髪型の話からいきましょうか。これは、皆さんちょっと見えます？結構…キーちゃん全然乱れてない。飛んでないんですよ、多分。キーガさんは多分、見た目重視なんで、しっかりそういうところも綺麗に、綺麗に着地。私はもうそんな見た目よりもやっぱり茶屋不動感っていうのを表現したかったから、プロとしてね、プロとして、でも、キンちゃんは見た目っていうか、そういうのを重視してるんで、やりづらかったです。違う、これ始まる前にメイクさんが、こっちのとこだけ来て固めてくれたんで、こうなったんです。私、一切固めてもらってないです。それ、キンガさん、固めてくださいって言ってないです。言ってたもん、言ってたもん。言ってない。カードでね。ジャンプシーンあるしね。はい。確かにガヤ役で来てくださった2人より向こうの皆さんガヤ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 やって、先輩のガヤのゲネじゃあ高いですね。なでしこの先輩たちすごいですね。で、まずこれは相当競り合ってますけど、ジャンプ5な感じですかね、これね。ジャンプ5ですね、多分着地のとこですね。これやっぱりそのボールがないっていうことだけでも随分これがこんなに難しい感じになっちゃうんですかね。いや本当難しかったですね。監督さんもすごいこう、まあ、要求も高くて、結構やったよね。結構やったと思う。何回ぐらい飛んだの？このシーンが一番抵抗感なかったね。だいぶ飛びます。練習とかじゃない？10回ぐらいやったよね。これじゃあせっかくなんで、やってもらえますか？そうですよね。多分あの2人が見本見したいんで、じゃあ誰か経験者と、なるほど、じゃあ、キンちゃんの先じゃない、キンちゃんの先で、じゃあ、キンガさん教えてあげて、タイミング合わせてくださいね、キンガさん。軽い感じで、ここそんなガチでやらなくていいんだけど、軽くみんなに分かるように。キンガさん、髪の毛大丈夫ですか？固めてないけど。固めてます。メイクさんいいですか？なでしこジャパンにも役割分担があるから、金賀さんが見られるとかダメですよね。絶対ダメですよ。私は絶対ダメです。見られるなら私は。高さやばいね。はい、じゃあ本番。回った。回ってるよ、今カメラ。喋んないだろ。せーので。そう。じゃあ、お願いします。はい、はい、じゃあ本番。そんなんではなさそう。おー、まあ、うまい、すごい、さすが。よっ、負けちゃった。負けちゃいました。いや、でも素晴らしい、一発で会いましたね。確かに。熊谷さん、やってみてどうでしたか？やっぱり皆さんの頑張った CM 撮影の、そうですね、難しいです。どこに飛べばいいかあんまり分かんない。まあ、金賀さんのリードがありましたからね。そうです、はい、なんで金賀さんに当たればいいかなと思って。見事一発 OK でしたが、監督いかがでしょうか？監督、まあ、なかなか良かったね。じゃあこれはやっぱり水野に問題があったのかな。まあ、そういうことに分かりましたね。まあ、でも撮影シーンもそうですけれども、 CM 自体もこう笑顔が印象的、そして今日もまあ笑顔がたくさんあるんですが、皆さん試合の時とはまあ当然こう違いますが、試合の前とかその練習の時のちょっとこうまだリラックスの時っていうのの笑顔っていうのがすごい印象的なんですが、そのモチベーションを保つ上で笑顔っていうのはやっぱり何かこう皆さんの中で力になっているものはあるんでしょうか？まあ、やっぱりなでしこのチームには笑顔が一番似合うんじゃないかなっていうふうに思ってます。鮫島さん、いかがですか？そうですね、普段自然となぜだか面白いことがたくさん起きるので、なぜだかわからないんですけど、そういうメンバーが集まってるのか、自然とも笑みがこぼれてある感じです。
それを作ってるの一人は坂口さんだったりするんでしょうか。間違いないですね。はい、はい、なんか可愛い。急に可愛くなるんですよ。はい、いつもは結構そう、そのギャップ感で狙ってるんですけどね。もうね、あまりに面白すぎてこうどこまで話がいくのかわからなくなりましたが、すごく楽しい話ではあるんですが、CM 撮影にまつわる話はいろいろ伺ってまいりましたが、お時間が近づいてまいりました。朝日新聞サッカー応援イベントなでしこらしくはこちらのステージだけではなく、後ろ側にあります芝生広場でもさまざまな催し物が行われておりまして、芝生広場にあります JAL ブースでは CM のメイキングの写真が展示しておりますので、ステージの後にぜひご覧になってください。お話に出た内容の写真もあるかもしれません。その他にも撮影した写真が JAL の飛行機に合成される記念撮影コーナーなどもありまして、盛りだくさんな内容で行っておりますので、ぜひお立ち寄りください。ちなみになでしこジャパンの選手の皆さんを合成したらこのような感じになります。皆さんどうですか。乗りたいです。本当本当本物欲しい。本物欲しいぐらいですね。合成、自分の写真を飛行機に実際プリントしたものが、合成できますので、ぜひ皆さん後でお立ち寄りください。あ、さっき撮った人いる。ああやってもらえるんですね。ああいいですね。もうすでにやってらっしゃる方もいらっしゃいますが、なでしこジャパンの選手の皆さんと楽しく過ごしてまいりましたが、まもなく終了のお時間となってしまいました。最後に来月から始まる大会に向けて選手の皆さんから意気込みを一言ずつお願いします。順番はすごい私の目を坂口さんが見てますけども、キーガさんも見てますけども、坂口さんからいきます。はい、そうやな。まあこの素晴らしい23人と、マスタッフも含めてなんですけれども、まあ、1試合でも多く試合するために1試合1試合全力で頑張りたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ本当に難しい大会にはなると思いますけど、目標は一番の頂点のところを目指して頑張りたいと思います。まあ、今日このイベントにもみんなで3人ぐらいしかいないんじゃないかなって思ったんですけど、こんなに大勢の方に集まっていただいて、もう本当に嬉しく思ってます。皆さんのパワーもカナダに持っていって頑張りますので、ぜひ熱い応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて萩島選手お願いします。本当に厳しい試合ばかりが続くかと思うんですけれども、チーム一丸となって戦って、ね、最高の気分でまた赤い飛行機に乗って帰ってきたいと思いますので、ぜひご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて岩清水選手お願いします。はい、本日もこんなにたくさん、応援していただいてて、皆さんの応援を力に変えて、いい結果を残して恩返しできればいいなと思ってます。応援よろしくお願いします。では皆さんお願いします。本当に全員の力でいい結果を、残してまたこうやって、皆さんとお会いできるように、はい、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてあれオーガナイザーでしたね、お二人来ていただきました。ガヤちょっと今日のガヤに関しては力不足だったんですが、本番ではまあ、そうならないようにチームのために全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。うまくまとまりましたね。締め大事だな。締め大事だな。すごい大事だな。では、岩渕選手お願いします。これ、普通に言った方がいいからですね。じゃあ、岩渕選手続いてお願いします。はい、まあ、チーム一丸となって笑顔でまた帰ってこれるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんのカナダの活躍を日本から皆さん応援よろしくお願いします。なでしこジャパンの金田ゆかり選手、どうしました。なでしこジャパンの金田ゆかり選手、岩清水あずさ選手、種島彩選手、川澄奈穂美選手、坂口瑞穂選手、そして熊谷咲選手、岩渕真奈選手出した皆様、大きな拍手でお見送り